それは平均して今まで教えてきた経験上、はい、どれぐらいの時間の回数で、はい、なんていうのかな、その最終的なゴールのところまでいけるんですか。触りの部分、今話した部分とかだったら、うん、マンツーマンでやれば1時間もかかんない、うん、でもまあ定着させるためのやっぱりある程度期間とかって必要ですよね。そうそうそう、それのためにやるんだったらやっぱり1ヶ月ですね。1ヶ月週に1回とかなんだけど、週に1回1ヶ月ぐらいな感じでやる感じのが定着します。そうですよね、はい、そうすると、まあ、無意識的にもやっぱり、なんすのかな、やっぱり21日間かかるっていうじゃないですか、ね、あの、はい、無意識に定着するんですか。結局それがいるんですよね、うん、で1回やって、まあ、その時に録音とか動画とか残しておいて、うん、なんか感覚を思い出してもらうっていうのは一つなんですけど、うん、やっぱり最初の頃ってブレちゃうんで、そうですね、だからそれがあの方向性合ってるかなっていう、こう微調整がやっぱりいるんですよね。それが1週間に1回、それが1週間に1回ぐらいやって方向修正を微妙にしていって、うん、で1ヶ月ぐらい、まあ、4回か5回ぐらいやると、まあ、ほぼほぼ定着するって最初の1回目は60分 で定着のためのフォローアップを1週間後に、まあ、例えばまた1時間ぐらい、まあ、そうですね、大体1時間ずつぐらい やるとそのあの大体見えてきますね。テクニック、で定着してくるとどんどんこう成長してくるっていうか、うん、その最初に当初自分が予定してたよりも結構そのなんか出てくるんですよね、声がね。なるほどね、そうするとあのこう順次成長していく感がやっぱ絶対出るんで、大体こう最初マックスでその後っていうよりはもう分かっちゃうと、もうどんどん開いてくるんですよ。そうするともう1ヶ月もやってると結構声変わるんですよね。1回目でもね結構変わるんですけど、それはすごい面白いことですよね、はいはい、多分みんなそんなに声、自分の声がそれこそ1ヶ月とかで改善できるって多分みんな思ってないはずだから、私もそんなに早くと思ってない、もっと半年ぐらいとかかけてなんかすごいこうやるのかなと思ってたんですけど、基本的にはそんな感じですね。なんかそこをすごい入門としていいですよね。どういう目的であっても自分の声を例えば歌い手として改善したいという人だけじゃなくても、はいはい、その単純に自分の声が嫌いだからなんか好きになりたいとか、ね、それこそ喉の使い方がうまくないからいつも喋ってると疲れちゃうとか、うんうんうん、そういう人とかもそこはすごく興味を持ちやすいですね。ありますね。もうやべ、ちょっとやるだけで、うん、あの音量自体はめちゃめちゃ上がります。あ、いいですね。音量がすっごい上がる、うん、でしかも、あれの体感だとね、音量が 1.5 倍ぐらいになるんだけど、うん、労力は半分以下なんです、うん、あ、いいですねっていう感じになるんですよ。素晴らしい。あの歌でもすっごいそれ感じました、うん、めっちゃ楽なんですよ。楽に大きく出せる、楽に前より出てるんですよ、出るんですね。もうなんかね、バカみたいに思いましたもんね、最初今までのこの苦労がみたいな、そう、あんなに頑張ってたのにみたいな感じなんだけど、間違った方向に力を使っていたみたいな。そうそうそう、そんなに楽でいいんだ。でそうなってくると、まあ歌の場合ですけど、表現にあのリソースが割けるんですよ。ああ、なるほどね。どうやってこの曲表現しようかなとか、こう発声をなんかこんなやって、こんなこうなんか口の開け方とか、こう喉の開け方とか、なんか姿勢とかいろいろ考えてたのが、全部シンプルにシポンってなっちゃって、まとシンプルになって考える、そこに取られてたリソースがいらなくなるんですよ。そうすると表現どうやってやろうかなとか、どうやったらもっとこう声伝わるの、思いが伝わるのかなとかっていう方向にこう意識が向けられるようになったら楽しいです、単純に。なるほどね。でそれは喋りも一緒。そうですね。なんだろう、単純にもう頑張って声を出さなきゃいけないってなった瞬間に、もうあのなんつうのかな、どうやったらもうちょっと伝わる声でとか、この人たち本当にちゃんと分かってるのかなとか、こうそういう気配りとか、なんかセミナーとかしててもね、そんなことやってらんないですよ。なんかすごい今聞いてて思ったのが、やっぱ営業マンの人とかにもいいですね。あ、いいですね、うん、やっぱりその声の安心感とか、そうですよね、うん、はい、やっぱりあのいいっていうか、そのこの人信頼できるなとかっていう人って大体声めっちゃいいんですよ、うん、そうですね、分かります。確かに分かります、分かります。はいはいはい、うん、
ぱそういう第一印象は結構大きいですね。あのボソボソこう喋ってるけどすげえいい人っていうのは、まあ、もちろん絶対いるし、あの作った感じの声とかもなんかねやっぱりちょっと印象が落ちますよね、うん、ちょっとね、うん、ちょっとねやっぱり地声でちゃんとこう信頼感のある喋り方を持つ、うんはい、すごい可能性がいろんな人にとって可能性が広がるってことですね。